ラーメンのね、限定品っていうか商品じゃないんですけど、ポップアップで置いてたやつです。さあ、さて握手会行くよ。浴衣っていつだっけ。私どの日に何を服着ようかなとか思ったりして。よし、あさって浴衣1日だけ11日だけ浴衣って、え、マジなんか優里が2日浴衣やでとか言ってたけど、あさってだけ、あさって11日だけ。今日何日だっけ？え？今日 10？ ん？今日10じゃないな。今日…え？今日 7？ うーん…鏡どこやったっけ？取れてんじゃん。8月9日浴衣か、 9と11、あ、2日あるんですね。了解です。ゆうりが当てたわ。なんか電波悪い、もしかして。あ、電波悪いな。電波悪そう。あ、止まっちゃってたっぽいですね。ごめんなさい。9と10です。あ、違う、19と11ですね。わかりました、ありがとう。YouTube 生配信も皆さん見に来てくださいね。眉毛描くのうまい？眉毛サロン行ってん、これ。めっちゃうまいとこ見つけて、もうここしか行かない。画質が悪い。嘘。雨で止まった。つらいよ。かわいい。明かり足の先輩が今陣痛来て頑張ってます。頑張って。応援してます。元気な赤ちゃん産んでください。陣痛ってほんま、どんだけ痛いんやろ。めっちゃ痛いって言うやん。頑張ってください。美少女グランプリ迷ってる人めっちゃいる。で、出てほしい。本当になんかマンモスターっていう番組での密着とかも決まってて、私たちも応援に行けたら行くっていう風な感じで聞いてるので、よかったら受けてください。一緒にね、お仕事できるかも。いや、楽しみだね。ココナちゃん、ココナ、ポップアップしましょう。またポップアップやりたい。あ、メンズね、
今期メンズは、うん、あるある。関西の方ですか？そうですよ。ジュネンビー確かに誕生日だし、昨日が良かったし、今日ここないしな。おめでとう。クインテットの新曲のメイクはチムさんにやってもらったんですよね。名古屋からこの前初めて握手会いただき、あかりん消せすぎてびっくりした。本当？キャシャ？この全然キャシャじゃないですよ。ごついと思う。ごつく、ごついと思います。あかりん YouTube で見てハマった。ありがとうございます。生誕祭ね、いつなんだろうね。うん、メンズはフリーサイズ、うん、なんか、うん、メンズサイズがあるやつもあるし、物によるかも。あ、そっか、リナッチが卒業発表したんだね。全然知らなかった。寂しくなるね、なんか結構卒業が増えて。まあでもみんなそれ悩むよな。そっか、うん、ストーリーあげたいからポーズ取って。お、あと8分で YouTube。 YouTube でもメイク直し配信と悩み相談と質問に答えていきたいと思います。みんなアミュの新作発表と思ってる。アミュの新作発表じゃないんですよね、ごめんね。握手会はいつですか？今申し込みやってんじゃないの。母校へ帰れの申し込みが、ぜひお願いします。待ってます。あ、ピアス今日なんか中途半端にここだけついてんねんな。かりんちゃん手振って。昨日公園行ったよ。あ、来てくれてたよな。生誕T似合ってた。1番目でしたよ、生誕T シャツ見せてくれたの。皆さんオフィシャルショップに私の生誕T売ってるので、ぜひあの来てください。私の握手レーンに来るときはね、あの真っピンクで来てくださいね。まあなんかさ、雨とかで普通っぽいのは作れるから、もうなんか自分のグッズはちょっとあのグッズって感じのものを作ろうと思って。そうなんですよ。ゆりちゃんに会ったよ。今日も朝からずっと一緒だったよ。ガリレーには雨で行くね。待ってます。注射、タバ、タバ、うん、ヘアバンド、タバ。吉田あかり先生、メイクのこといろいろ教えてください。いつでも聞いてください。アイロンね、今サロニア使ってるかな。なんか昔買ったショートのウィッグさ、あれなんかアイロン当てたらめっちゃキモい形になってさ、使うのやめたわ。うん、今同じ服着てた。マジ？
これ楽やんな。私もめっちゃ来てるこれ。昨日公園入りました。あかりんガチ、あかりんガチめちゃくちゃ細いです。ありがとう。そうかな。あでもなんか実物より実物の方が細く見えるかもしれない。こう膨張するからすごいし、なんかよく言われる。えそんなに細いんだねみたいな。もう顔ちっちゃいんだねとか実物見てよく言われる。別にちっちゃくないんですけど、みんなどんだけでかくてどんだけねと思ってなかったって思うわ。さあということで皆さんこの後は YouTube の生配信しますので、皆さんぜひ遊びに来てください。それだけ、それだけは YouTube でやりましょう。ちょっと私準備するわ、配信の。待ってます。じゃあ YouTube 来てね、絶対絶対よ。あ、じゃあこれマウス、じゃあこれ今さパソコンここに置いてて、パソコンここにあって、ここに携帯あるやんか、携帯のさ、この終了するっていうのを押すのにマウスでこうやって頑張ってやったっていうしょうもない話。バイバイ